すごい茂ってるな。すごいですね。うん、ここなかったんですもん。俺とかすごくないですか。すげえ。ツイッターもバズってましたよね。はい。食毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント、詳しくは概要欄から。楽しんごさん手作りのパスタ、はい、グルテンフリーのパスタ。明日食べてください。マッサージの前に食べさせちゃう。なるほど。これ施術の前に食べるとどんないいことがあるんですか。はい、もっと胃が膨れちゃう。あとなんですけど、はい、温かいうちにと思う、うん。なるほど。ありがとうございます。はい、食べよう。皆様満足で。いや、この本当に今悩んでる子が多くて、うんうん、やっぱすごいあれ反響だったんですよ。僕がツイッターだし。だから分け目ハゲとか。うんうんうん、おでこ広い人とか、もう食毛をおすすめしたい。うん。確かに、まだ半年なんで、さらに生えてきますから。すごーい。今は半年経過のタイミングで、まあ 60%、50% ぐらい髪の毛が生えてきた感じなんで、まだ全然生えてきますね。すごい。この前なんか女性の方で、うん、美容ちゃん、女の子でしたっけ？はい、あの子だ、坊主にしてましたね。坊主に。あれはどういう、あれなんですか？食毛は丸刈りでした方が定着率がより良くなるんで、うん、まあ、美容整形ちゃんは女性なんですけど、そうなんだ、はい、どうせ生やすなら完全に生えてほしいから丸刈りで食毛しますよみたいな感じで、女性なのにいいんすかみたいな、そうしたらいいよみたいな感じで、かっこいい、美容ガチ勢すごすぎる。さすがに女性で丸刈りする人は今後も現れないと思いますけど、すごいですよね。僕もともとこうですよ、これこれが、こんなにすごい、マジ茂ってるすごい、これたまたまオールバックになって、はい、雨の日で髪がうねって、うんうん、で、撮ってみようと思って撮って、うん、すごいわ、すごい、丸いシルエットになってる。すごい、茂ってるな。すごいですね。うん、ここなかったんですもん、おでこだったんですよ。すごくないですか。すげえ早い、生えてくるのが。そうなんですよ、だからびっくりして、うん、あ、おでこもなんか丸くなってますね。はい、ちょっと感動です。うん、これを皆様にお教えしてあげたいです。すごいすごい。ツイッターもバズってましたよね。はい、悩んでる方に。すごい。後ろもちょっと見せてください。はい、あ、後ろ何も気にならないですね。何もないですよ。うん、全然気にならない。うん、すごい。いい感じ。ありがとうございます。いい感じです。もともと僕、こうでしたからね。ああ、なるほど。ちょっと反り上がってましたね。これが、こうですもん。これはちょっとね、ツアーやんなきゃですね。やりましょう、絶対やりましょう。うん。もう、できればもう、8月とか9月とかあたり、行きたいな、うんうんうん、8月、9月あたりでちょっとやりましょうか。うんうん、あと、説明会一回挟んで、僕と楽しんごさんで、なんか説明会みたいな会場で話して、それで。あ、それ、絶対いいと思う。説明会やりましょう、うん。はい。で、そこで申し込みみたいな感じで。子供のこと全然知らない人多いんで。はい。まあ説明会今まで僕もやったことないんでちょうどいい機会かなと思いますが、やりましょう。説明会何人ぐらい入れる会場なんですか。どうだろう、会場どのぐらいしましょうかね。何人集まるかわかんないですけどね、うん、まあ多くても50人ぐらい、まあ、そうだと思いますね、うん、イスタンブールだけだったら、まあ3日間か4日間ぐらい、うんと、どのぐらい、5人で行くときは4泊5日ぐらいですね、うん、1日目移動を、2日目食毛を、3日目ホテルで休む、で、4日目術後のチェックと観光で、最後の日が移動みたいな。なるほど。いやでも僕食毛した時、うん、一瞬だけいっぱい血が出たし、うんうん、ライブだったじゃないですか、はい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 、全然変わりました。やってよかったってよかったよかった。ちょっと落ち込んでましたよね。落ち込んでましたなんかどうやって話しかけようかなみたいな日本だと多分僕がやった数って2600株って言って、うん、まあ、2600毛なんですけど、うん、これやると かなり300万もしかしてかかるかも、ね、はい、かかると思います。ですよね、はい、かかっても幹細胞 の点滴並みにかかるんですけど、うん、トルコだと飛行機で合わせて100
2、30万ですね。そうですね、はい。飛行機の金額によって変わりますけど、まあ100万ちょいみたいな感じですね。お金持ちの方とかあれですか、ファーストクラスとかで行くんですか？たまにいらっしゃいますよ。でも僕の YouTube 見てる方は、お金がなくて日本で食もできなかったからどうしようかなって流れ着いた方なので。あ、そうなんですね。みんなエコノミークラスで行きますね。最近でもタクシーで起きてパーティーばっかり行ってません？はい、最近増えました。すごいなんかいいなと思って、もういつもね、スーツで。すごくね、山本さんとトルコ一緒に行くと、もうとにかく楽しいです。もうね、食毛の、食毛よりも、観光も楽しいみたいな。もう全部楽しいので、お食事も美味しいですし。いいでしょう、僕が好きなのでわかるでしょ。すごい好きなの。楽しんごさんが食毛し半年経過したんで、はい、いい感じに髪の毛が生えてきたら、ちょっとツアーを仕込みたいなと思ってて、はい、今まさにツアーを仕込めるタイミングになってきたんで。マジで生えてきました。皆様ね、本当にハゲリーマンチャンネルのね、ご視聴様さんとか、初めて見た方、ハゲてる方、どうしても髪生やしたい方、ぜひ植毛してください。本当に、しんごちゃんも今回ツアー一緒に行くので、みんなで楽しくワイワイしましょう。ねえ。7月の上旬に東京駅の近くで説明会とかして、で、8月とか9月ぐらいにみんなで行けたらいいなって思ってます。その時、最大人数どんぐらい入れるんですか？一部二部って分けます？まあそうですね、申し込みの数が多かったら一部二部って分けて、うん、まあ今んとこ50人ぐらいの会場を予約しとこうかなって思ってます。うん、はい。しかも東京駅ってとこは素晴らしい。はい、皆さんはぜひね、詳細はまたね、後ほど山本さんから発表ありますので、はい、皆さんもぜひね、気持ち気楽な感じで、ぜひ先期説明会来てください。はい、概要欄の方に開催日と場所の情報を貼っておきます。ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。説明会今までやりたいなと思ってたけど、どうせ僕が声かけても数人しか集まんないからまだいいかなと思ってたけど、楽しんごさんの力借りたらどさっと集まりそう。いや、頑張ります。次は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします。LINE は概要欄に載ってます。こちらです。